はい、どうも、アミグルミストの角田です。はい。ってことでですね、今回は反省会ということでですね、マイメロディ、マイメロちゃんですね。まあ、サンリオのマイメロディの反省会をお送りしたいと思います。まあ、他にもですね、いろいろとサンリオのキャラクターは編んできたんですけども、なんだろう、他のサンリオのキャラクターに比べてですね、もうズバ抜けて、出来が悪い、そんな感じのマイメロになってしまっております。まあ、他のキャラクターもですね、まあ、ちょっと比較で出てきたりもするので、よかったらご覧ください。どうぞ。はい、ってことでですね、早速反省会を始めたいと思います。今回反省するのはこちらになります。はい、マイメロディー、マイメロちゃんですね。はい、で、こうやってですね、まあ、遠目、こんだけ離してここに見ていただくと、まあ、そこそこ可愛いマイメロかなって思っていただけるかもしれないんですけども、こうやってアップで来るとですね、こんな感じになってます。あの、鼻がでかいですよね。まずこの鼻はあんまり、本当、編んだ頃はあんまり気づかなかったんですけども、久しぶりにここに見てみると鼻がちょっとでかくてバランスが悪い感じですよね。でですね、一番のこの反省点なんですけども、このマイメロちゃんってこの頭巾かぶってますよね。でですね、この横から見るとこうなってます。もう頭巾じゃないですよね、この横一直線っていう。まあ、これはですね、あの、僕の動画を見ていただいている方は見覚えがあるかもしれないんですけども、あの、国民的キャラクターと同じ NG ですね。これです。ドラえもんですね。このドラえもんの横顔と一緒ですね。この、横で被せちゃったっていうパターンなんですけども、これはちょっと結構可愛くないですね。頭巾になってないので、ちゃんと頭巾っぽくこうやってやらないとダメですよね。で、一応ですね、この襟の周りはですね、首の周りか、このこういう感じで襟の部分はですね、こうやって編んではいるのでですね、こんな感じですね。まあ、とりあえずこの頭巾ですね、これはなんとかしないとっていう感じで、本当に何だろう、今ちょっと何体かそこでぐるぐる回ってるサンリオのキャラクターなんですけども、結構比べちゃうとなんかこの全然ちょっと、あの、もうちょっとなんか頑張って編んであげたらいいのになっていう感じですよね。この、まあ、僕が編んでるんですけども、編んどいてなんなんですけども、こんな感じで比べちゃうとなんか結構ちょっと粗が目立っちゃいますよね、こうやって。で、キティとかもですね、キティの方が、これの方が、細かくというか、細い糸で確か編んでる、編んでたかな？で、このキティと比べてもですね、キティの方が細かいのに、このマイメロの方がちょっと、雑な感じになっちゃってるっていう、このところでですね、ちょっとこの頑張って、糸は一緒かな、うん、とりあえず頑張ってですね、もう一回ちょっと機会があったらもっと可愛くちょっと編んであげたいかなっていう感じはしますね。はい、よいしょ。ってことでですね、まあ、今回はですね、このマイメロの反省会をしてみました。はい、ということでですね、今回も最後までご視聴ありがとうございました。それではまたお会いしましょう。ではでは。